これがお前の世界のスープスパゲッティか違うのか細い麺と冷たいスープが相まってとても食べやすいですゆで加減も絶妙で何杯でも食べたくなってしまいますね えっとトッピングと一緒に麺を巻いてスープに浸してああなあ麺を丸ごとスープに入れたら行儀悪いか冷たいパスタを冷たいスープに浸して食べるこんなに不思議で おいしい食べ物があるなんて、想像もしませんでした。賢者ちゃんの世界では、この食べ物を小川に流して棒で捕まえて食べるの我らも挑戦したい ツルツルしてすくいにくいにえっけんじちゃんの世界では流れてるこれをつかまえて食べるのやってみせてこれフォークを使うのあってます手ですくったほうが食べやすくないですか スルツル滑って食べづらいんだけどは麺をすするどうやってフォークで巻いてこっちのスープにつけて食ううまいのは分かったがちまちま面倒だな麺をスープにぶっこんじまうか 冷たくて喉越しがいいな。気温の高い日にこの料理が食べられるなら引きこもりの僕でも部屋から出てくることになりそうだそうめ聞いたことない料理だが味は <laughs> 思ったより冷たいなけどうまい先ほど音を立てて麺をすすっていたようですがそれが賢者様の世界での食べ方なのでしょうか斬新ですね。 俺はさっぱりしててうまいな料理自体はシンプルだしいろいろとアレンジしがいがありそうだ例えば香りのいいハーブとかさっぱりとしていて食べやすいですね <laughs> そんなにじっと見られると照れてしまいます 賢者様も一口いかがですか見て見て賢者様この麺生きてるみたいでしょフォークからどんどん逃げてくよほらつるつる 色鮮やかで見てるだけで楽しいし食べてもおいしいこれが賢者様の世界の料理かん本当のそうめんとはちょっと違うのおっと麺がフォークから逃げてしまいました。 食べるのは少し難しいですが一筋縄ではいかない方が楽しいですね細くて喉越しも良くて気に入ったよちょうど二日酔いで食欲がなかったんだあ今のみちるには内緒ね 綺麗な国際色こんなに色鮮やかなお料理もあるんですねえ本物は結構地味な見た目なんですか細い麺の食感が涼やかですねこれなら暑い日でも無理なく食べられそうです チュルチュルしてて、いくらでも食べられちゃいそうです。自分で作るときは、茹ですぎ注意ですね。